皆さんこんにちは。今日ロシアのボルシチを作りましょう。必要な材料はキャベツ、トマトペースト、サワークリーム、ビーツ、人参、じゃがいも、それからネギですね。まず大きい鍋に水を入れて火にのせて塩をかけます。じゃがいもが硬くて煮るのに時間がかかりますから、最初はじゃがいもを刻みます。どのくらい細かく刻むのか好みで選んでください。刻んで鍋に入れます。それからビーツを刻んで鍋に入れます。それからキャベツ。人参を包丁で切ってもいいですが、おろし金で細かくすると食べやすいです。それにスープの色ももっと綺麗になります。最後にネギを細かく刻みます。ピーマンを加えてもいいですけどね。一般的にロシアのボルシチは正確なレシピはないですね。みんなはそれぞれの作り方を選んで好きな材料を入れます。パセリとバジルを加えたらいい香りがつきます。そしてトマトペーストを入れてください。それから弱火で少し煮ます。スープは沸騰したら出来上がりです。
できたボルシチにサワークリームを入れて黒パンと一緒に食べます。ビーツがなかったらトマトペーストだけでも大丈夫です。いただきます。簡単でしょ。ボルシチはあまり難しくなくて誰でも作れると思います。ぜひ作ってみてください。この動画を見てくれてありがとうございました。次の動画も楽しみにしてください。チャンネルに登録してくださいね。